はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらの前回作ったガーベラの可愛い花束をラッピングしていきます。視聴者の皆さんからね、ぜひラッピングを見せてくれという声が多かったんで、このフラワー TV では視聴者の皆さんにの期待に応えます。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではラッピングをしていきます。まずですね、ここのところこれずっとすっ飛ばしてたんで、今回はちゃんとやっていきます。この部分を補水しなきゃいけません。なのでこういうね、まあご家庭にはティッシュでも何でもいいので、こういうペーパーをですね、この根元に巻きます。このように巻きますね。そしたらこの輪ゴムでここを軽くこう止めましょう。そしてこのティッシュに水を湿らせます。で、湿らせたらですね、今回湿らせたことにしますね。湿らせたらこういうビニール袋です、何でもいいのでビニール袋をここの部分にこうかぶせますね。そしたらここをですね、セロテープで留めます。はい、これで補水完了ですね。そしたらですね、ここの部分ですね、アルミホイルを巻きます。そうするとこういうね、状態になりますね。そしたらラッピングペーパーを切っていきましょう。はい、今日はこの黄色とね、ピンクの2枚のラッピングペーパーを用意しました。これをなんか1枚でもいいんですけど、ちょっとこう2枚重ねていきます。それでまあこのピンクを外側にするのか黄色を外側にするのかでちょっと雰囲気は変わりますけど、今日はピンクを外側にいきますね。まず同じようにこのペーパーをこう重ねますね。そしたら先ほどの花束、まあ軽く置いてみましょう。目安で、まあ、こんなもんですね。そしたらもうこの花束のワイドのサイズありますよね、よりちょっと大きめぐらいでペーパーを切ります。はい、このような状態になりますね。そしたら花束をちょっとこう斜めにします。そしてペーパーが少し長いんで下の部分を少しこうカットしますね。そしたらこれね、正方形ではなくてちょっと長方形ぐらいですね。この下の部分ですね、これをこう上に持っていきます。そしてこの両サイドをこう折り込んでいきますね。前に向かって折り込んでいきます。そうするとこのように花が包まれます。見えますか、こういうふうに包まれますね。そしたらここのね、ところを輪ゴムで軽くこう留めてあげましょう。で、こっから先はね、実はこう好き嫌いです。この三角形の部分をカットするのかしないのかですね。カットするとこう丸くフリフリというか丸いこう包装になるんですけれども、これカットしなくてもまあ可愛いんですよね。なので少しまあ例えばこの中のねピンクとか黄色の動きを出していくためには、少しこう中にこう先っぽの部分をこう折り込んでいくっていうパターンもあります。こういうふうに今回はこの折り込んでいくパターンでいきます。そしたらこの折り込んだ部分をですね、こうホチキスで留めます。前と後ろと2発ぐらいですかね、このぐらいで留めます。はい、整いました。そしたらここでリボンを作っていきます。リボンをつけていきましょう。リボンの作り方はリボンの作り方の動画前に撮ったんでまあいいとは思うんですけど、今回ちょっとおさらいでさらってやりますね。まず縛る紐ですね、縛る紐を切っておきます。まあ、大体このぐらいの長さでいいでしょうね。そしたら僕結構独特なんで、まあ今回は説明なしにリボンの作り方だけざっと持っていきますね、取っていきますね。
僕普通の人と違います。このように持ったらここでループを作ります。反対側ループ作って、今度真ん中のループ作りますね。そしたら両サイド、またサイド、サイド、はい、真ん中、そしてサイド、はい、サイド、はい、真ん中。まあ、こんなもんですかね。それでここでリボンをカットします。そしたら先ほどこう切っといたリボンありますよね。これでこの真ん中のところにこう通しますね。こういうふうにね、で大体ど真ん中にこうリボンの切ったのを持ってきたら、ここでこのように持って、でここのこことここを結びます。はい、これでリボンの完成ですね。では花束につけていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から撮ってみましょう。はい、こちらのラッピングはいかがだったでしょうか。結構簡単で、簡単だけど可愛いでしょ。これでもう十分だと思います。でね、これセロハンかけるとすごく光っちゃってよく見えなくなっちゃうんですよ。だからなるべくね、まあこういう小さい花束の場合はセロハンかけなくても僕はいいと思います。こう張りがあるしね、このラッピングの良し、なのでこの簡単なラッピングだったら誰でもできますので、ぜひ実践してみてください。多分普通にこう花屋さんなんかもそんなにこうラッピング用紙を使わなくても済みますし、あとねリボンの作り方なんですけど、まあよくあるリボンよりはこうボリュームが出るんですよ実は。ではね、また次回も素敵な花束アレンジメントを作っていきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。 はい、私がいつも作っているこちらの花束とかアレンジメントはすべて N フラワーデザインスクールという私が代表を務めるフラワーデザインスクールの理論でできています。その、ね、N フラワーデザインスクールでは随時生徒さんを募集しています。でこのスクールはですね、実は全国にあります。そして、私がこう認めた、ね、素晴らしい先生たちが全国で皆さんに講習をしてくださいます。でこのスクールのモットーというかね、理念はとにかく楽しくなければ花じゃない、楽しい講習をしていきます。もう本当に、ね、昔からあるこう厳しい講習とかでは、実はこういうお花のレッスンとかは上達が遅いんです。とにかく楽しく、そして美しくいきましょう。お問い合わせはこちらこちらのアドレスに、お問い合わせください。で地域をね言ってくださったら、その地域の素敵な先生をご紹介いたします。あとこちらのフラワー TV でもですね、皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらからクリックしてください。そしてスマートフォン、タブレットの方は下のリンクからお願いいたします。下のリンクには N フラワーデザインスクールのリンクも貼っておりますので、そちらのお問い合わせもそちらからもできますので、私どもですね、ぜひお待ちしております。